こんんにちは。阪急道場、ゆみやさんです。今日は当店にお越しの素敵なお客様を紹介したいと思いますテキサスからお客様がお越しくださいました2回目の日本旅行だそうですベア棒をやっており弓道に興味があるとのことでご来店いただきましたまたお話を聞いてると 日本の球具屋さんへ行ったことがあるようで少し日本の球具を持っているとのことでしたそのため、弓道の知識が少しあるようで非常にゆっくりと丁寧に弓を引いてくれました特に素晴らしいと思ったのは矢を取るときに音を立てずゆっくりと矢を取っていただいたことです 当店は弓を初めて触るというお客様が非常に多いためマナーや所作などは一旦置いておいて矢を放つ楽しさや醍醐味を味わっていただくということを心がけていますしかしこちらのお客様は終始落ち着いて弓を引いていただきました私も感心してしまいました 非常にお上手で私の方がテンションが上がってしまうほどでした要領よく弓を引きステップアップとして最終的にはけけとという湯がけを使っての体験へと進みました最後に「鳥屋」という所作も体験していただきました8本でのスコアをつけたところなんとすべて的に当たっていました素晴らしいです 最後に麦茶を飲みながらインタビューをさせていただきましたぜひそちら概要欄に貼っておりますのでご覧くださいお客様は秋田県が好きで秋田県のキーチェーンを購入したとおっしゃっていました秋田県は日本の田舎を感じるとおっしゃっていました弓道は心を落ち着かせ 集中力を高める武道です今回のお客様は非常に日本の心を持っている方だなと思いました何か得られるものがあれば私も嬉しいです本日は当店にお越しいただき誠にありがとうございました